スレンダースカラは重戦機エルガイムに登場するプラネットボンバー。ここでは惑星爆撃艦スレンダースカラに加えてギャブレット・ギャブレー率いるスレンダースカラ隊についても解説させていただきたい。キャプテンのイレーネ・イルスです。今何と言ったか。イレーネ、作戦参謀のあなたをお待ちしておりました。参謀？私が？はい、ギワザ閣下の任命書です。発進準備はすぐに完了します。そうか、急いでくれ。しかし女性ばっかりで不用心ではないのか。たまたまブリッジが女性になっただけです。しかしネイモーハン様のような戦士を目指す者ばかりです。ふん、ネイモーハンみたいなのにうようよされたらたまらない。スレンダースカラ。スレンダースカラはポセイダル軍の遊撃部隊司令官となったギャブレット・ギャブレーが13人衆のギワザロワウより与えられた霊柩の戦艦。霊柩の戦艦とは全長380メートルを誇るポセイダル軍の主力となっている惑星爆撃艦。第二次聖戦時にも活躍した戦艦で、ミズン製のヤーマン族を殲滅するために当艦が大量に投入され、ヤーマン族の都市部を破壊し尽くした。劇中では13人衆候補生のヘッケラーマウザーが霊柩の戦艦をスベート攻略の際に使用したほか、同型艦が多数登場している。艦隊下部にプラネットボンバーと呼ばれる多弾頭ミサイルランチャーを装備しているのが特徴。その他にも艦隊各所にレーザー砲を備える。劇中ではギャブレット・ギャブレー機下のスレンダースカラがオルドナポセイダル亡き後のギワザ軍に対してプラネットボンバーを使用している。ちなみにギャブレット・ギャブレー機下のスレンダースカラと通常の霊柩との違いはカラーリングのみである。スレンダースカラ隊の紹介。ギャブレット・ギャブレー、長髪長身イケメンのいわゆる田舎貴族出身の男性。ポセイダル軍へと入隊しメキメキと頭角を現したこと、さらには13人衆の一人であるネイモーハンに気に入られたことで、ギャブレット・ギャブレーは13人衆の実質的なリーダーであったギワザロワウの目に留まることとなる。遊撃隊としての活躍を期待されたギャブレット・ギャブレーはバッシュやアシュラテンプル等の貴重な A 級ヘビーメタルのほか、女性のみの隊員で構成されたミサイル巡洋艦スレンダースカラを与えられた。その活躍は目覚ましく、結果ギャブレット・ギャブレーの率いるスレンダースカラ隊は反乱分子の検挙数がトップに躍り出ることとなる。反乱分子の検挙数はスレンダースカラがトップに立った。うわー、やったー。だがお前たちは独立部隊だ。階級は上げられるが補給物資は私が保証する。ありがとうございます。あとはダバマイロードを捕らえて名実ともにヘッドハンターになってみせます。後に13人衆の一人にまで出世するギャブレット・ギャブレーだが、このスレンダースカラ隊の活躍が大きかったことは言うまでもない。ギワザロワウがオルドナポセイダルに反乱を起こした際はスレンダースカラ隊と共にポセイダル軍へと残るも、愛するクワさんをリビーがギワザロワウに捕らえられたことでギワザ軍へとくら替えする。さらに反乱軍のダバ・マイロードがクワさんをリビーを救い出した後はクワさんをリビーのために反乱軍へと力を貸すこととなる。その際スレンダースカラ隊は常にギャブレット・ギャブレーへと追従した。イレーネ・イルス、ヘッドライナーとしてヘビーメタルに乗って前線で戦うことの多かったギャブレット・ギャブレーに代わってスレンダースカラのキャプテンを務めた女性。実際はギャブレット・ギャブレーの副官という立場である。大きく逆立てた赤毛が特徴の女性で、当初はギャブレット・ギャブレーを成り上がりの若輩と侮るような言動が目立ったが、共に戦いを重ねていく中で彼の才能を評価するようになっていった。ガストガル製でのギワザ軍との最終決戦では最後の方向と称し、ギワザ艦隊へのプラネットボンバーによる総攻撃を敢行する。貯金が趣味らしく、キャプテンシートの脇に置いてあるピンク色の象の貯金箱に貯金をしている模様。ちなみにこの貯金箱はプラネットボンバーのトリガーになっているという
不思議な仕様となっている。ギワザ艦隊が交代を始めました。よし、ギャブレックに最後の方向だ。プラネットボンバー用意。目標ギワザ艦隊ファイヤー。何事か。定期道場からのプラネットボンバーです。またこの兵隊か。反乱軍なのか。イレーネ、いいやつ、良いタイミングで。なんだかんだ文句を言いながらも、劇中では終始ギャブレットギャブレーのいい加減な行動に振り回され、呆れつつも影からフォローする苦労人であった。パメラ・ビロレッジ、スレンダースからのブリッジ要員の一人。実は13人衆の一人であるネイモーハンが派遣したギャブレット・ギャブレーの目付け役。劇中ではギャブレット・ギャブレーの独断を止めるために色仕掛けを使うことも。何の冗談だ。冗談なんて、男性は私の部屋にお招きしましたのに。こそばい、チャラい。ただし徐々にギャブレット・ギャブレーへと好意を抱くようになり、最終的には本気で彼に協力することとなる。しかしギャブレット・ギャブレーとイレーネ・イルスと共に臨んだフルフラットとの会談の後、銃撃戦となり戦死した。ちなみにテレビシリーズの後日談にあたる白いヘビーメタルでは、完全に死亡する前にフルフラットによって蘇生されており、戦役終結後にギャブレット・ギャブレーへと引き渡されている。その際、蘇生の代償として彼女は怪力となっており、再会を喜んで抱き合った拍子にギャブレット・ギャブレーを意識不明になるほど締め上げるというおまけ付きであった。発射モッシャ、もともとは盗賊団リーリン一家の副頭を務めていた男性であったが、自身が盗賊となるため戦闘のどさくさに紛れてミヤマリーリンを殺害した。しかしミヤマリーリンの後継者の座をギャブレット・ギャブレーに奪われて一家を脱走する。その後は昔の仲間であったファンネリア・アムに誘われて反乱軍へと参加するも、劣勢となるや否やギャブレット・ギャブレーの元に寝返るという節操のない男。ガバの方が利口だな。自分の立場が分かってる。あんまり乱暴な言葉を使うと人生を疑われるぞ。どうせ私は下品ですよ。私はこんな卑劣な男の仲間だったんですからね。俺だってこんな真似はしたくないが、おせえだろう倒そうってお前らがギャブレー一人に手こずってるってんだ。愛想も尽きるぜ。以降はヘビーメタルに乗ってギャブレット・ギャブレーと共に前線で戦い続けた。ちなみに彼もギャブレット・ギャブレーと同様にゼッタやスペースリスタ、グライアニ・カルバリーテンプルと様々な機体に登場している。その中でもこのエダン仕様ではなく、オリジナルヘビーメタルとの噂のあるヘルミーネと呼ばれるカルバリーテンプルに乗ったのは彼以外にはクワサン・オリビーのみであった。どもバラ、発射モッシャと同様に盗賊団リーリン一家のメンバーであった男性2人組。サングラスをかけて頭にターバンを巻いている男性がドモで、まるでインディアンのような要望をした大男がバラである。盗賊団の頭目であったミヤマリーリンの死後はギャブレット・ギャブレーに率いられて共にポセイダル軍へと入隊。ギャブレット・ギャブレーがスレンダースカラを与えられ遊撃軍司令官となると、2人もそのまま彼に従いスレンダースカラのブリッジ要員となった。いいか、私がこの船の参謀でいる限り。スレンダースカラです。スレンダースカラはポセイダル一の船にしてみせる。張り切っちゃって。好みの女がいたんじゃない。しかしギワザ閣下はこんな船を私に与えて何。以上がプラネットボンバースレンダースカラとそのメンバーの詳細である。チャンネル登録と高評価をしていただけると幸いです。